絶好の修学旅行日和ね。おはようございます。新藤つどいです。今日から私が通う生爪学園の修学旅行が始まります。行き先は九州で、東京を出発して福岡から長崎を回る3日間の旅になります。ひょっとして旅先で白馬の王子様と運命的な出会いをしちゃったりなんかして、にくいね、こんちくしょうなどと心の中でつぶやいてしまうほどのハイテンションで我が家を後にした私でありました。おーい、しんどー。は、ちずちゃん、おはよう。で、なんかすごい荷物だね。ひひ、おーや、サンドバッグやダンベル、テントやサバイバル用品もバッチシ準備してきたぜ。なんでそんなものが必要なの？別に修行の旅に行くんじゃないんだし。何言ってんで、よく言うじゃねえか、備えあれば嬉しいなって。それを言うなら憂いなしでしょ。おはよう。あ、みなよちゃんにパーラちゃん、おはよう。松浦さんは体を鍛える前に他に鍛えなくちゃいけない場所がありそうね。だと天の久保、てめえひき肉にしちまうぞこれ。二人とも喧嘩はダメだよ。そうだよ、今日からせっかくの修学旅行なんだし。うん、その通りだ。いがみ合っている場合ではない。ああ、鴨川さん。今我々が成し遂げねばならぬのは、万難を排して時間までに集合場所である東京駅に向かうことだ。そうだったわね。しゃあねえ、今日は修学旅行に免じて勘弁してやろう。じゃ、仲直りしたところで東京駅へゴー。行きましょう。では先日決まった班ごとに分かれて新幹線に乗り込んでくれ。はいの。アンリの班は、アンリはエミリーと同じチームね。ミーの他にもトモカ、チズ、ママナ、レイナと一緒です。そうだったの。そうや、ちゃんと覚えとかなあかんでな、トモカ班。モモノッチの言う通りだよ。浮かれるのもわかるけどね。でも僕たちの他にもう一人いたはずだよね。班は7人構成だし。あ、ミロクインが勘違いしてんじゃねえのか。びっくりしたの。私のことを忘れてませんか。あらら、すっかり忘れてた。あと一人は行くこっちだ。忘れるなんてひどい。メガネっ子はデフォルトで存在感薄いしな。しゃあないって。旅行初日に心に傷を負ってしまった私。イッツジョークです。ドントマインドね。新藤くんたちの班はもう新幹線に乗ってるね。僕たちも急ごう。はいの。いよいよ出発だね。東京駅から博多まで6時間か。うち新幹線に乗るの初めてあるよ。バイランちゃんも。実は私も初めてなんだ。アシミヤさん、いきなりタロットカードを並べ出してどうしたの？気になることがあるの。気になること？それとタロット占いが関係あるのかしら。キリちゃんの占いすごくよく当たるの。きっと何か感じたんじゃないかな。なんだか悪い予感がするわ。これはどうかしたの。はじめに忘却の難ありき。忘却っていうと何かを忘れちゃうこと？忘れ物するという意味あるか。いきなり大声出してどうしたのよ。大変、忘れ物しちゃった。
何よ、もう新幹線は発車しちゃってるわよ。大事なものなの？大事なものというか、何あるか？ユータを起こしてくるの忘れてた。CD ドラマ特別編、ドキカルマだらけの修学旅行、新幹線大爆破5秒前。第1話、狙われた超特急、暁に消えた逃亡者。うん、今なんとか東京駅に着いたよ。次の新幹線で集いちゃんたちを追いかけるね。ごめんユータ、修学旅行で浮かれててついうっかりしょうがないよ。うちの家、集いちゃんが起こしに来ないと誰も起きないからね。本当にごめん。じゃあ無事に新幹線に乗れたらまた電話して。先生には私が話しとくね。うん、わかった。また後でね。はぁ、あ、我ながら自己嫌悪。まったく浮かれすぎよね。一番でっかい荷物を忘れてきてるじゃない。しんど、ユータを放置してきたってのは本当かよ。なんてことだ。姿が見えないなとは思っていたが。ネタとしては面白いんやけどな。ちょっとやりすぎちゃうかな。いや、別にわざと置いてきたわけじゃないから。彼は次の新幹線で博多に向かうそうだ。現地で合流すれば問題なかろう。諫早くんのために弥勒院財閥のヘリをチャーターしてもいいのだけど。それもやりすぎやっちゅうね。とりあえずミーたちは修学ジャーニーをエンジョイングするね。じゃあお約束のトランプかな。どう、一勝負。うわーい、アンリの野生の勘でみんなを無一文の丸腰デカにするの。トモカ、本気になるの禁止あるよ。あら、キリさん、またタロット占いを？気になる気配が消えてないから。これは、何か悪いことでも？黒き者、衝撃、破壊。わあ、それってどういう意味でしょうか？今はまだ何とも言えない。鍛えた勝負感が通用しないやる。まあまあ、こういうのは時の運だしね。ともかちゃん強すぎるの。ネクストは先祖代々受け継がれてきたオクラホマの農場をチップにして勝負ね。アンディは猫耳1年分をかけるの。農場はわかるけど猫耳1年分をもらってもね。あ、ビュータから着信が来たよ。もしもし？もしもし？つどいちゃん？実はね、なんか変なんだよね。え？何が変かって？新幹線は上り下りともすべて運休となりますって電光掲示板に書いてあるんだ。事故でも起きたのかな？あれれ？ちょっと待ってね。今目の前の電光掲示板にニュース速報が流れてる。テロリストが新幹線に爆弾を仕掛けたんだって。へえ、怖いね。仕掛けられたのは現在東京から博多間を走っているのぞみ109号って書いてあるよ。どうしたのよ、そんな面白い顔して。長電話なら車両間のデッキに行くとよかろう。客席での携帯電話はマナー違反だからな。参考までに聞きたいんだけど、この新幹線の名前って
名前ですか？確か、のぞみ109号だったと。本当に ?109 号？うん、間違いない。109号だ。何故？どうした、進藤君？諫早君に何かあったのか？あのね、ゆうたにじゃなくて、その…なんでなんで、歯切れの悪い喋り方しやがって。女なら思い切ってズバッと要点だけ言いやがれ。私たち死ぬよ。あんたズバッと要点だけ言いすぎよ。つどいはん、落ち着いてーな。何があったんや。あのね、今ゆうたから連絡があって、この新幹線に爆弾が仕掛けられてるって。ガビンヌ。おい、本当かよ。置き去りにされたってんで、ユータが俺たちをはめようとしてんじゃねえか。何、何か面白いことあったの？面白いというか、そのカクカクシカジカで。大変だろ。本当だとしたらアディたちどうなっちゃうの？試算するわね。ちょっと待ってください。まだ社内放送では何も言ってませんが。混乱を避けるために客には情報を流していないのかもしれん。しかし、いや、携帯が一斉に鳴り出したね。乗客の家族や知人がニュースを見て心配して電話をかけてきたのね。ってことは、この新幹線に爆弾ってどうやら本当みたい。もうせっかくの修学旅行だってのに、なんでこうなるのかしら。どうして私を見るの？とにかく詳細がわからない以上、焦っても仕方あるまい。先生から指示があるまで、みんな冷静に待機するように。なんだか大変なことになっちゃった。ユータのやつ、乗り遅れて逆にラッキーだったな。運のいい野郎だぜ。ヘッキちゃん、つどいちゃんたち大丈夫かな。
第2話、新幹線は走る棺桶、激走熱風5000キロ。前略お袋様、意気揚々と出発した修学旅行でしたが、ユータは新幹線に乗り遅れるわ、車両に爆弾は仕掛けられてるわで、ハリウッド級の大ピンチに出会っちゃって、涙ほろりの今日この頃。果たして私たち無事に博多に到着できるのかな。わーい、地図はなんだか落ち着いてますね。へっ、どうせ爆弾つったって手の込んだドッキリだろ。いちいちびくついていられるかっての。ドッキリですか？その辺にカメラが仕込んであって、爆弾のタイムリミットになったらドッキリの看板が出るって仕組みだろ。バレてんだよ。もしもし、あ、ユータ、何かわかった？え、他の新幹線からも爆弾が見つかった？それって本物で、東京ドームを跡形もなく吹き飛ばせるほどの威力なの？うわあ！ドッキリにしてはやりすぎだろ。おい、だからドッキリちゃうなんて。困ったの、一体この新幹線はどうなっちゃうの？ここでじっとしててもしょうがないわね。私が情報を集めてくるから。ボーラちゃん、車両間の移動はしないでくださいってさっき車掌さんが言ってたよ。隣のデッキに車内販売のお姉さんがいたでしょ。彼女の姿を借りるわ。借りるって、そっか、触れた人に変身できるポーラちゃんの小悪魔のカルマを使えば。そう、車内販売員のふりをしていろいろと聞き込みをしてくる。待て天の久保、迂闊に行動するのは。天の久保が出て行って15分か、遅いな。余計なことやらかして逆に職務質問されてんじゃねえだろうな。本物と間違えられて車内販売やらされてたりしてね。あ、ボーラちゃん帰ってきたみたい。何かわかった？この新幹線に爆弾が仕掛けられているのは間違いないみたい。やっぱり。そしてこの新幹線が駅に停車しないわけがわかったわ。理由があったのか。犯人からの情報では仕掛けられた爆弾は新幹線が時速100キロ以上になると起動スイッチが作動するの。100キロってのぞみ号は平均速度200キロ以上で走るんでしょ。特にスイッチ入っちゃってるよね。ここからが重要よ。そして今度は時速100キロ以下になると起爆スイッチが作動して、ごくり爆発するのよ。ことはこの新幹線が停止した日にゃ。停止しなくても時速100キロより少しでも速度を落とせば、その時点で私たちを含む乗客1500名の命は終わりよ。犯人の言うことが正しければね。いやー、ならばこの新幹線からどうやって降りるのか。爆弾を何とかしない限り無理だろう。止まることができないなら終点の博多に着いちゃったらどうなるんですか。選択肢その1、線路を突貫工事で増設する。選択肢その2、新幹線がロボットに変形して事なきを得る。選択肢その3、城山美奈代の次の人生にご期待ください。今まで応援ありがとうございました。それって人生打ち切りじゃないですか。犯人の目的は何だ。犯人は政府に1000万ドルを要求してて、現在交渉中みたい。1000万ドルやて？そないな金どこにあんねん。僕の貯金でもそこまではないよ。困ったな。いや、払うのはレイナッチじゃないからさ。交渉なんてかったりぜ。とっとと星をパクって吐かせちまえばいいんだよ。今 CIA の方でも確認しました。犯人は国際テロ組織シャカリキ・マンメイ
ンバーらしいです。なんか気の抜けた名前だな。現在は走行速度をギリギリまで落として走行中だけど、博多に着くまであと8時間しかないわ。まさにトタンの苦しみある。じゃあアンリたちは子犬のように震えて待つしかないの？政府と警察、鉄道会社の判断に任せるしかあるまい。あ、ユータから電話だ。もしもし？つどいちゃん、そっちは大丈夫？なんか大変なことになってきちゃった。乗客にもパニックが広がってるみたい。あのね、ひょっとしたらもっと大変なことになるかも。何よ一体。さっきニュースで爆弾犯人との現金の受け渡しがあったって言ってたんだけど。なんかトラブルがあったらしく、爆弾の解除法がまだ発表されてないんだ。それってどういうこと？どういうことだろうってことらしいんだけど。犯人が身代金だけパクって逃げちゃったの？それともネゴシエーションが失敗したのか。社内放送でも何も言ってこないし変だな。 Wait minute! ミーが CIA から情報を回してもらうね。ドキドキするな。ヘロ？っていうか、クラスメートに CIA の特別潜入捜査員がいるというこの環境をみんな疑問に思わないのかしら。 No! So bad です。どうだった？身の代金を持ってエスケープしようとした犯人が勝手に転んで頭を強くストライキングして、そのショックで昏睡状態って。アンビリーバボー。それって逮捕はしたけど犯人は意識不明で爆弾解除の方法はわかんねえってことかよ。あと8時間以内に犯人が目を覚まさないとみんなお星様になってしまうんですね。運命のいたずらにしては悪質すぎるな。実際問題として外からは手の打ちようがなくなったのかもしれぬ。しかしこのまま手をこまねいていても状況は好転しないだろう。やむをえん、我々で何とかするしかあるまい。私たちがですか？いいか、これから手分けして爆弾の発見を行う。なんとも危険なジョーカー探しだね。もし見つけちゃったらどうするの？爆弾なんてアンディ見たことも触ったこともないの。チッチッチッ、ミーに任せてください。爆発物処理訓練も受けているのでミーが解除します。なに？さすが CIA、 便利だな。おい、都合良すぎるわ。現在我々がいる6号車を拠点として捜索を開始する。集い、地図、美奈代、友果、パイランは進行方向の1号車方面。了解あるね。エミリー、桃野、キリ、アンリ、レイナは最後尾の14号車方面へ。分かったの。私とイクコはどうするのよ。天の久保は乗務員室に忍び込んで新幹線に関する図面や資料を入手してきてくれ。また返信しなくちゃいけないわけ？疲れるのよね。入手した図面と資料は白川、すべてお前の頭の中に叩き込め。私が？メガネっ子のカルマを使えば超速読で本を理解できるはずだろ。なれり、短時間で新幹線のエキスパートの出来上がりってわけね。はい、頑張ります。一応マジカルイクコの衣装も持ってきてるんですけど、着替えなくてもいいでしょうか？余計なことしてる暇はないっちゅうねん。怖いけど頑張るしかないよね。そういうこった。んじゃ行くぜ。タイムリミットはあと6時間、いや5時間と見た方がいいな。だって今は午後3時で
博多に着くのは午後9時ですから、6時間の猶予があるのでは。もしもだ。5号車到着と。なんかお客さんのパニックが広がってるね。打開策発表されてないもん。しょうがないよ、うちの学園の生徒もみんな青い顔してるしね。でも爆弾を探すって言ってもどうやって。パイランにお任せある。これを使うね。何それ、羅針盤かな。いろいろ文字が書かれてる変な板に方位地震みたいなのがついてるね。これは風水鑑定の時に使う道具、ロブン UR ね。盤面に書かれている八卦、十二支、七曜、月相などを組み合わせることで、お天気から恋愛の相、金運相や運命相まで読み取れるよ。なぜ修学旅行に持ってきてたかは秘密ある。それってキリのタロット占いの中国版みたいなもんか。ちょっと違うね。ロブンは物事に含まれている陰と陽の性質を読み取り、その2つが融合して作り出す五行を見分ける。要は目で見た風景から様々なエネルギーの流れを判別できるあるね。それを使えば、この車内の中に流れている火に関連した脈を探っていけば、きっと爆弾にたどり着けるはずよ。すごいよパイラン、さすが中学4000年だ。じゃあパイチ、早速探してみてよ。お任せある。よし、爆弾じゃんじゃん見つけちまおうぜ。そんなにたくさん見つかっても困るんだけどね。まずは7号車から探索や。頑張りましょう。なあキリ君、爆弾は本当にあると思うかい。可能性は高いわ。それはキリの中の魔力が反応しているということですか。ええ、負の力を感じるの。なんや、来ないちっこい子供も乗ってるのね。早く安心させてあげたいわね。そうだね、僕たちがやらなきゃ。失礼、そのケースに入ってるのはバイオリンでは。なるほど、やはりそうですか。恐縮ですが、しばしの間お借りしたいのですが。どないしたん、お嬢、バイオリンなんて持ち出して。気休めにしかならないとは思うけど、やらないよりはマシだと思ってね。癒しと安寧の調べ、水晶球のそなた。泣き止みよった。ビューティフル。聞いているだけで心がリラックスしてきます。お嬢様のカルマを使ったわね。これでよし、7号車の乗客はしばらく落ち着いているはずだ。いやー、めっちゃ和むわ。イエス、ヒーリングミュージックね。ちょっと君たちは和んでる暇なんてないんだよ。あら、かわいいプードル。ワンコ、借りてきたの。新幹線に乗る前に、この子を連れてるお客さんを見てたの。まさか、この犬に爆弾を探させるつもりやの。はいの。ワンコのお鼻は、人間よりずーっとお利口さんなの。でも、普通は訓練とか受けてないと、無理なのでは。少しでも変な匂いがしたら、知らせるようにって伝えてあるの。どんな訓練を積んだ犬でも、詰まるところはマスターとの二人三脚が重要です。ここは、アンリとワーちゃんの信頼関係に任せてみましょう。名前は、爆裂丸というの。よろしくするの。顔に似合わず、かっこいい名前よな。よろしく、爆裂丸。よし、行こう。まずはこの車両から探索だ。はい、
これが乗務員室にあった新幹線の全資料よ。結構ありますね。時間がない、片っ端から読み込んでくれ。わかりました。すごい速さね、うん、ただページをめくってるようにしか見えんがな。この本終わりました。次はそのファイルを。早っ。終了です。大丈夫か？はい。で、新幹線のすべてを頭に入れたところで聞きたいんだが。はい。外から乗客すべてを救出することは可能か？無理です。ならば乗客すべてを最後尾の5車両に乗り移らせて前の9両を切り離すことは可能か？え、そんなことやってどうするつもりよ。無人になった前の車両だけを停車させた場合、爆弾があれば爆発するだろう。うん。その後、新しい車両を前に連結して乗員を乗り移らせる。それが終わったら最後尾5両を切り離して停車させれば。最後尾5両に爆弾があったとしても新しい車両に乗り移った乗客は助かるのね。ああ、前に映画か何かで見た方法なのだが。無理です。どうしてよ、一番リスクが少なそうな作戦じゃない。新幹線の車両をつなぐ連結器にはセンサーが仕込んであって、何か異変が起こったら即座にブレーキをかけるシステムが存在してるんです。何よそれ。車両を切り離したら必ずセンサーが反応します。連結器のセンサーは運転席から制御できないのか？ダメです。センサーはスタンドアローンで稼働してて、システムはブレーキと一体化してるんです。もう余計なことをしてくれたわね。大ピンチだよ。犯人全く目を覚ます様子はないって。そうか、また何か情報が分かったら連絡してくれ。もうすぐ大阪を過ぎちゃうけど諦めずに頑張ってね。信じてるよ。ああ、任せておけ。やはり爆弾自体を除去するしか方法はないのか。大変や。12号車で爆弾を見つけてもうた。やっぱり爆弾はあったんですか？やべえよ、爆弾マジに仕掛けてあるっぽいぞ。2号車にあからさまに不審なものを発見しちゃったよ。そっちも？そっちもってどういうことで？12号車にも仕掛けてあったんよ。うっそ。ということは2つか。そういえばん？白川さん、そんなに震えてどうしたのよ。に乗った時にキリさんの占いに出てたらしいんです。黒き者、衝撃、破壊って。おいおい、それって爆弾が爆発するのは免れないってこと？演技でもないことを言わんといてや。でもキリハンの占いは百発百中やしな。それでもやるしかないだろう。我々は新幹線で爆死するためにここにいるのではない。修学旅行に行くためにここにいるのだ。鴨川さん、少々スケジュールは狂ってしまったが、我々は必ず一人も欠けることなく修学旅行を成功させねばなるまい。そうね、ビビってたってしょうがないわ。爆弾上等、やってやら。残り2時間、全力を尽くそう。まずは12号車の爆弾から取り掛かるぞ。うん、頑張ろう。カルマ
の13ミニドラマ第1話、呪われた学園即席美容室の悪夢。わっ、アンリー何やってるですか？そもかちゃんに髪の毛切ってもらってるの。切ってるって言っても毛先を整えてるだけだけどね。はい、終了。こんなもんでいいかな。かわいくなったの。すごいな、ともかちゃん上手だね。うん、みなよっちも軽く切っとく。面白そうです。みなよのヘアはみーがオクラホマ仕込みのテクニックでカッティングしてあげます。ささ、ここに座るね。では行きます。動いちゃダメですよ。え、そんなに切るんですか？バランスが取れないね。こっちもバッサリ行きます。ちょっとエミチ、それはやりすぎじゃ。なんだかライオンさんみたいになってきたの。そんな鏡を貸してください。ノープロブレムね。昔の侍はみんなこんなヘアスタイルしてたですよ。私はお侍さんじゃありません。あ、エミチ、そこを切っちゃったら。今の私にできることといったら、この様子を携帯カメラに収めてみんなに送ることぐらいだよ。送らなくていいです。我ながら恐ろしいほどのセンスです。鏡プリーズ。あー、みなよっちしっかり。気絶するほど感動してくれたなんて嬉しいです。ブイ。いいカツラ屋さん見つけてあげないとね。やれやれ。第3話、教習阻止臨界点っぽいところ。姉さん、ピンチです。なんて言いつつも、実は一人っ子の新藤津戸井です。乗り降り不可能の走る密室とかした新幹線の中で本当に爆弾を見つけちゃって、嬉しいやら悲しいやらの私たち。花の乙女が何が悲しくて爆弾除去に奔走しなくちゃなんないの？教えて神様、テルミホワイ、何ゆえ。どうしたの？顔色悪いわよ。実は、あのね、ぐにょぐにょぐにょ。お手洗い行きたいの？うわ、そんな大声で。我慢せずに行った方がいいよ。体に悪いし。でも、トイレどこも混んでるの？そうやな。もう6時間走りっぱなしやもんな。トイレ繁盛しててもおかしくないで。もう限界かも。じゃあこのコップにでも、ほれ。できませんよ。窓から。いや、爆弾が片付くまで我慢しろい。おむつ借りてきましょうか？それも嫌です。みなよはん、顔色が土系色になってるで。向こうのトイレ、開いたわ。それ、予約で。
こっちだ、鴨川くん。ほっほっ。おー、この子が爆弾を発見した名犬か。お手柄だな。爆裂丸がね、この床下から変な匂いがするって言ってるの。この下ということは、台車に爆弾が仕掛けられていると見た方がいいですね。ミーの予想だと、車輪の回転速度からスピードのインフォメーションをリーディングしているはずね。じゃあ、この床板を引っぺがさないと。僕は面倒にならないように、子守歌で周りの乗務員を眠らせてくるよ。よし、破壊行為なら俺に任せろい。床板ぶち壊してやるぜ。ほどほどにね。行くぜ、高まれ熱血のカルマ。あわわ、新幹線ごと壊しちゃいそうな勢いなんですけど。ぶち抜け、ゴクレッツ関西圏デリア。ちょいとやりすぎちゃうか。大丈夫だ、パワーはちゃんとセーブしてあっからよ。見て、台車のところ。ビンゴね。あの箱は間違いなくバンバーです。エミリー、解除できそうか。ウェイトね。ちょっと回路が複雑ね。確かにスピードメーターが起爆装置になってます。やっぱり100キロ以下に速度落とすと爆発してたんだね。ミーはこっちのバムを解析してるね。ユーナたちは2号車のバムをサーチするです。アンリもこっちに残ってエミリーのお手伝いするの。じゃあ私たちは2号車のパイランたちのところに行くわよ。みなよ、グズグズしないで。待ってよ。あ、みんな、こっちの状況はどうなっている？それが変あるよ。何かあったんですか？ロブンで爆弾の気の流れを追ってたあるが、この地点で気の流れが消えてしまったね。2号車の真ん中あたりですよね。向こうと同じで床下に隠されてるんじゃないの？床下からは感じないあるよ。だとすると、え、上の方を見たりして天井がどうかしたの？まさか。そのまさかよ。外から黒い波動を感じるわ。え？ひょっとして新幹線の屋根の外に仕掛けられてるってこと？そんなの解除のしようがないですよ。参ったね。犯人は花から爆弾を解除する気はなかったのかもね。ひどい。エミリーのところにある爆弾を止めれば、こちらの爆弾も同時に止まるってことはないかしら。可能性は低いわ。天井をぶち抜いて爆弾を引きずり下ろすってのは？ダメです。新幹線の屋根にあるパンタグラフを傷つけたりしたら、センサーが反応して新幹線にブレーキがかかってしまいます。じゃあこっちの爆弾には手出しできないんだ。誰かが新幹線の屋根に登って爆弾を解除しない限り無理ってことかよ。そんな無茶苦茶なことできる人がいるわけが。って、あ、いるじゃない。え？あ？あ、え、なんや、みんなしてこっち見て。そうか、百武の昇魂のカルマは自分が稼いだお金の分、身体能力をパワーアップできる力だったな。そないなこと言われたかて。確かにパワーアップしている時の桃乃ちゃんなら新幹線の屋根に登れるし、風圧にも耐えれるかも。百武さん、今手持ちのお金はいくらあるのよ？5万くらいやな。意外に持ってるじゃねえか。個人のみんなにお土産買うていこうかと思ってたんや。クレジットパワーが5万でどれくらいの時間パワーアップできる？そうやな、長くて5分ってところや。センサーを返さない2両目の非常ドアを使って外に出て、天井に登るまでが2分、爆弾を解除するのが1分、戻る時間が2分。ギリギリですね。ちょっと分の悪い賭けかも。きっ
ついなぁ。危険すぎるゆえ強制はしない。百武の意思で決めてくれ。うん、最初からこんなの無理だし、断っても誰も恨まないから。そうね。桃乃ちゃん。百武。しゃあないな。新幹線の屋根登ってるわ。それって本当にいいのか。ええで、ここでやらんかったらみんな仏さんになってまうもんな。桃乃ちゃん、ありがとう。それに失敗しても私一人なら悲しむ家族もおらへんし。そんな。桃のっち。それは違うわ。え？家族の絆と私たちがあなたを思う絆、そこに変わりはないわ。キリ。そうだよ。私たちは桃乃ちゃんと一蓮托生だよ。桃乃は一人ではないね。うちらがいるあるよ。うん、その通りだ。ここにいる私たちだけじゃなくて、向こうの車両で頑張ってるレイナッチやアンリッチ、エミッチもきっと桃乃ちのこと大好きだよ。みんな。そこまで言われたら失敗するわけにはいかへんな。よっしゃ、ここは任せてき。なにわ女のど根性見せとるわ。くー、百武、お前のことちょっと見直したぜ。やっぱここで行かなきゃ女じゃねえよな。そうね、かなり美味しいとこよ、ここ。ほなら変わろか。遠慮しときます。よし、百武はエミリーのところに行って爆弾解除のレクチャーを受けてくれ。準備が整い次第屋根に登ってもらう。ユーナちゃんが言うタイムリミットまであと1時間ないよ。急がなきゃ。3つ目のボルトを外した後、ここに見えるレッドのリード線、これをカッティングするね。赤のリード線やな。わかったで。バッ、もう一つ重要なポイントがあります。ポイント、なんやろ。2つのボムはそれぞれ微弱なシグナルを発信してて、片方が解除されるともう一つは自動的に爆発するようになってるね。なんやて。とっても意地悪の。じゃあ実質的に解除は不可能ってことなのかい。Don't worry ね。バムを解除するときには一つずつではなく両方同時にやればノープロブレム。じゃあ同じタイミングでリード線を切ればいいの。 Yes。 ミーが合図を出すので、モモノは合図と同時にリード線をカッティングするね。じゃあモモノ君、僕が使っている衛星電話を持って行ってくれ。南極やサハラ砂漠の真ん中でも電波が入る優れものだよ。たとえ作業中にトンネルに入っても通話可能だ。そら必要以上に心強いわ。首からかけてハンズフリーで話せるように設定しておくよ。どうだ百武、解除法は理解できたか。しんどかったけどなんとか覚えたで。テスト勉強でもここまで熱心にやったことないで。ポイントはタイマーから出ているレッドのリード線とミーの合図と同時にカッティングすることね。アンダースタン。わかったで、なんとかやってみるわ。よし、各自先ほど打ち合わせした配置についてくれ。百武、こちらに。え、何するん。浜乗りと 2-786 恐れの闇を滅せよ。はっ！なんや？
気持ちが少しは軽くなっただろう。百武の中にある恐怖心を覆滅した。そう言われてみれば。さすが巫女さん、すごい術を使えるの。鴨川藩、感謝するで。ほな、行ってくるさかい。頑張るの。あ、来たみたいある。お待たせや。解除法はバッチリ覚えてきたで。この非常扉から屋根に上がってください。一応百武の体をハーネスで固定してっと。壁を登る時のピッケルも必要だな。ロープはこんだけありゃ十分かな。呆れた。本当にサバイバル用具を持ってきてたのね。いいじゃねえか、役に立ちそうなんだから。聞こえますか？携帯は通話状態にしてスタンバイね。了解や。声も明瞭で問題ないで。桃野くん、5分経つと携帯のアラームが鳴るようにセットしておいた。それまでに必ず帰ってくるんだ。自分の力を信じればきっとうまくいく。気を楽にね。百武さんは美奈代の100倍は運が良さそうだから大丈夫よ。それって微妙な励ましだと思います。では非常扉を開けます。いいですか？予想以上に風圧が強いやる。時速100キロだからね。ロープは俺が握っててやるよ。安心して行ってこい。ほな、行くで。昇魂のカルマ、パワークレジットレベルは荷上げ台の5万円や。頑張れ、ママナちゃん。任しとき。13ミニドラマ第2話、続、呪われた学園、即席美容室の悪。で、昨日までカツラをつけて生活してたわけ？ほんとにバカね、あんた。ここまで髪が伸びるのに3ヶ月かかったの。それにしても伸びるの早いわね。よし、それじゃあ今度は私が切ってあげるわよ。その何よ、親友のすることが信用できないっていうの？大丈夫よ、毛先しか切らないし。行くわよ。動いちゃダメだからね。あわほら順調じゃない、いい感じよ。これなら大丈夫かな。面白そうなことしてるわね。あら、足宮さん、今美奈代の髪を切ってあげてるの。そうなんです。私もハサミさばきには自信あるの。じゃあ足宮さんもやってみる？任せて。うわ、ハサミ動かすの早っ。すごいですね。まだ切るんですか？ちょっと、足宮さん。まだまだ行くわ。こんなに切ったら。いい感じよ。なんで笑ってるの、ポーラちゃん。反り込みはもっと必要ね。うそー。ここも不必要。鏡見ちゃダメよ。正気を保てないほどに感動してくれて嬉しいわ。またカツラ生活に逆戻りね。
ほんと、ついてない子ね。第4話、炎のタイムリミット。作戦名、マグロ漁船に猿を10万匹乗せろ。これは大勝負だね。ちょっ
と待ってください。ギリさんの占いでは黒き者との暗示が出てたんでは。なら黒のリード線を切るの。逆に黒を着たら爆発するかもある。あと15秒。占いは目安に過ぎないわ。自分の心が導き出した答えを信じて。やれやれ、今回の主役は桃のっちだと思ってたけど、最後に大仕事が回ってきちゃったな。10秒。 OK、 みんなの命預かるよ。アンリたちの未来預けるの。信じてるぞ、ともかくん。5秒。ともかはん、1500人の命がかかったこの勝負、全額白にかける。白だよ、二人とも。いくでエミリハン、せーの。どうなったの。爆弾爆発してませんよね。ということは爆弾は解除できた。あるか。アンガーレッ、タイマーは残り1秒で止まったね。よっしゃー、はあ、こんな疲れる大勝負は二度とごめんだね。すごいです大野さん。みんなが信じてくれたおかげでジョーカーを引かずに済んだよ。喜ぶのはまだ早いです。外にはまだ桃野ちゃんが。爆弾の解除は成功だ、早く戻るんだ。言われなくても戻ってるで。よっしゃ、もう時間がないわ、急ぐなよ。もうちょいで屋根から降りれ。うわー、まずいです、もう5分経過してます。桃野ちゃん。大丈夫や、まだパワーは続いてるで。でもいつ切れてもおかしくない状況よ。百武、俺が受け止めてやるから、こっちに飛べ。そんなの無理よ。少しでもずれて受け損なったら百武さんは転落してしまう。リスクが大きすぎる、賭けにすらならない。まずいぜ、ロープが重くなってきた。証拠のカルマが切れかかってるってこと。しまった、踏ん張りが効かななってきよった。そう、どうすりゃいいんだよ。そうだわ、神道さん、あなたの力を使うのよ。私の。そうか、神道、1秒でもいいからお前の力で新幹線の時を止めろ。そんなの無理、漫画じゃないんだから。あなたにはそれができるのよ、幼なじみのカルマの力で。早く覚醒して。覚醒って言ったって。あかん、もう限界かも。早く、桃野はもう持たないやる。神道さん、あんたね、目の前で私たちの命を救ってくれた恩人が大ピンチに陥ってるのよ。シノゴの言ってる場合じゃないでしょ。かまへん、みんなが助かっただけでも儲けもんや。これ以上みんなが危ない目に遭う必要はないで。百武、希望を捨てるな。私たちは勝ち目のない賭けにも勝ったじゃない。地図班、手をロープを離すんや。あんたまで巻き込まれるで。どちくしょう。バカ言ってんじゃねえ、この手は死んでも離さねえぞ。手伝うわ、松浦さん。みなよも早く。桃野ちゃん、このロープはうちらと桃野をつなぐ絆で、絶対離さないよ。行く、こっち右足押さえて、私はチズッチの左足を。はい。みんな心配してもろてありがとな。金では買えへん思いやりいっぱいもろて嬉しかった。桃野ちゃん、頑張らなきゃ許さないの。ここで諦めたら兄一生許さないの。ダメ、そんなの
道さん！来たわ。この表情は、新道さん、覚醒したんですね。新道さん、早く！これだけの質量を持った乗り物の時間を止められるのは、せいぜい1秒。その1秒で、桃野を受け止める。できるな。おう、任せとけ！桃野、私が新幹線の時を止めたら、こちらに向かって飛べ！全力でだ！わかったで！行くぞ。時、ここに滑たり！新幹線が止まった。百武、こっちに向かって飛べペリアー。桃野ちゃん、ナイスキャッチだろ。100人の命が助かったとしても、貴様の命が助からないと意味がないのでな。神道はみんな、ほんまにありがとな。礼などいらぬ。元はといえば、貴様に命を救われたようなもの。神道さん！心配ないわ。力を使いすぎて気を失っただけ。後部からスコーンと倒れたね。大丈夫あるか？目が覚めれば元の新道さんに戻ってるわ。いろいろありましたが、私たちの頑張りで爆弾の解除に成功。なんとか博多駅に到着することができました。その後、意識を取り戻した犯人も無事に逮捕されたみたいで一安心。もちろん誰が新幹線の爆弾を解除したかなんてのは世間には秘密です。でも私、桃野ちゃんを助けた時の記憶がないんだけど、一体何をやったんだろう。ま、みんな無事だったからいっか。くぅ、とんだ修学旅行初日になっちまったな。一時はどうなることかと思ったの。土産代カンパしてもらって助かったで、ほんま。君の勇気の代償としては安いものだよ。だけど、みんなカルマの力を発揮して活躍したのに、約1名何もしなかった人を私は知っているわ。私ですか？私もカルマの力を発揮しましたよ。ミナヨの力って発光のカルマ？まさか爆弾を仕掛けられたのはそのせいあるか？違います。実は車内の混乱で新幹線の切符なくしちゃって。うわー、もう締めっぽいわね。でもキリさんの占いの黒きもの衝撃破壊って何を意味してたんでしょうか？あ、それはね、多分これ。おはぎがみんな潰れてしまってるではないか。荷物に押されて潰れてたの。とほほ。確かに黒きもの衝撃破壊ですね。占いなんてそんなものよ。とりあえず今日は修学ジャーニーのビッグイベント、まあ、クール投げをしましょう。へっ、上等だ。受けて立つぜ。元気ね、あんたたち。どうした進藤？ユータに連絡取るの忘れてた。何をしていたんだ。早く連絡して安心させてあげないと。あ、ユータ今どこ？新幹線で博多に向かってるとこなんだけど、なんか様子が変なんだよね。え？止まるはずの駅で止まらずに走ってるんで、駅弁買えないんだよ。困ったな。それってあれ、なんか緊急ニュースが流れてるよ。わあ、また
どこかの新幹線に爆弾が仕掛けられたんだって。もうええっちゅうね。